では、クリスマスのメッセージをですね、短くお話ししたいと思います。今日は安心の訪れということでお話をしたいと思いますが、アドベントに入りまして、最初は慰めの、クリスマスは慰めの訪れである、そして、先週は喜びの訪れである、今日は安心の訪れであるという、お話でありますけれども、ご存知のように、2日前ですかね、金曜日、火事がありまして、このすぐ近くですから、本当にタラタラっとその向こうに降りていくと見えます、焼けた家が。はい、御嶽であれほどの大きな火事があったのは私の記憶にはないですね。まあ、原因とかはどうなのか私も分かりませんが、実は最近この近所で放火が続けてね、ここからこう長塚の祇園の方に行くところであったりしまして、まあ、そういうことではなければいいなと思っておりますけれども、この12月になってね、火事に遭われた方さぞ大変だろうなと思っているわけですけれども、私たちの生活においては本当にいろんなことが起こりますね。この1年も皆さんの周辺でもいろんなことがあったと思います。子供は子供なりに、大人は大人なりに思わぬことが起こって、びっくりしたり悲しんだり喜んだり、いろんなことがあったと思うんですね。で、私たち日本人はおそらく世界で一番安全な国に住んでいるわけですけれども、それでもなお、世界で一番安心を求めている民族かなと思います。これだけ安全な国に住んでいるのにまだ、安心したいという気持ちがあるわけですけれども、今日はクリスマスは私たちにとってもう最高の安心なんだよということを、確認したいと思うんですね。で、最初にちょっと質問したいと思うんですけれども、クリスマスのお話の中には天使が出てきます。天使がね、聖書にはあんまり天使出てこないんですよ。なんか天使の話がいっぱいあるように思いますけど、実はあんまり出てこないんです。集中して出てきてるのはこのクリスマスの時なんですね。何回出てきてるか、何人というのもちょっと変ですけどね、人と数えるかどうかありますが、何回出てきてると思いますか。何回出てきてる、当たった人には何もないですけど正解はですね、4回出てくるんですね。4回出てきます、はい、で4回とも実は同じ言葉を繰り返してるんですね。この天使が出てきた時に必ず言う言葉があるんです。それは何でしょう。ああ、よく知ってますね。素晴らしいです。回数は分からないけども言葉は分かりました。恐れるなと必ず言ってるんですね。で、その4回をちょっと見ていきたいと思うんですけども、最初はマタイ福音書の1章に出てくる、これはヨセフに対して現れたところですね。ヨセフが、言ったところです。ヨセフに天使が言ったんですね。このように考えていると、主の使いが、天使が夢に現れて言った、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。ここで出てくるんですね、恐れずという。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである、とヨセフに語っています。そしてその次がルカによる福音書に出てまいります、ザカリアに対する天使のお告げですね。天使は言った、恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい。ここでも天使が現れて、恐れることはないとザカリアに言ってるんですね。そしてその次がエルカの1章の30節ですけれども、マリアに対して、まあ、これはいわゆる受胎告知というね、絵にも描かれている
ところですけれども、すると天使は言った、マリア恐れることはない、ここでも恐れることはないと言っています。あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。まあ当然ですね、突然天使が現れたらみんなびっくりするし、怖いですよね、まあ、まだこの中で誰も見た人いないと思うんですけど、もしですね、夜だろうが昼だろうが天使がいきなり現れたら、本当にもう足がすくむようにね、怖いと思うんですけれども、まあ、そういう意味だけではなくて、天使は恐れることはない、恐れるな、恐れずと言っているわけですね。そして最後は、これは羊飼いたちに言っている言葉です。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。ここでも恐れるなと言っている。この、まあ、4回に現れているように、神様は、一人子イエス・キリストをこの地上に送られる、このクリスマスの出来事を通して、あなたたちは恐れる必要がないんだよということを伝えてくださったのではないでしょうかね。恐れることはない。なぜ私たちはこの恐れる必要がないんだろうか。イエス様がお生まれくださったことが私たちにとってどういう意味で恐れる必要がないことであり、それは別の言い方をすれば安心の訪れなんだろうか。これは非常にシンプルに考えて、単純に考えるとですね、一つ目はこれはイエス様がお生まれくださったことによって安心して死ねるようになったということです。安心して死ねるようになった。イエス様がお生まれになった後で、ご両親が、イエス様を神殿に、まあ、いわゆる宮詣ですけれども連れて行った時にですね、これも先週もお話ししましたけれども、シメオンというおじいちゃんがおりまして、このシメオンはメシアを見るまでは死なないと言われていた、すごいおじいちゃんですね。でこのおじいちゃんがイエス様を見た時にこう言ってるんですね。主よ、今こそあなたはお言葉通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。去らせてくださいますと言っても、これは死ねるという意味ですね。安らかにこれで私は死ねる、私はこの目であなたの救いを見たからでした。この目であなたの救いを見たから、もうこれで安心して死ねる。もうすごく実感がこもった言葉であります。神様は私たちを救ってくださった。じゃあ何から救ってくださったか、皆さんもお分かりのように罪から救ってくださるということですね。罪から解放してくださって、故に私はもういつ死んでも安心だと言ったわけです。でもちろんこのおじいちゃんシメオンは、イエス様がこれからどういう生涯を歩まれて最後は十字架にかかって私たちに身代わりとして死んでくださるということは知りません。しかしこの赤ちゃんのイエス様を見た時にですね、彼はそれがどういう方法か、どういうことが起こるのかは知らないけれども、すごく安心したんですね。もうこの赤ちゃんによって私は安心して死ねると思った。そして彼が言った通りにイエス様はその生涯の最後ですね、十字架にかかって、ペトロが手紙の中で言っておりますが、十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。イエス様が私たちの身代わりになって罪を担ってくださったので、もう私たちは神様のところに行っても裁かれないんだ。どんなに大きな罪を犯していたとしても、まあそれこそどんな悪人であっても、まあそこそこの悪人であっても、まあここにそんな大それた悪人は誰もいませんけれども、でも私たちは等しく神の前に立たなければならない。その時に誰も言い逃れはできないわけですけれども、イエス様は私たちの身代わりとして死んでくださって、
私たちに代わって裁きを受けてくださった。しかもそれがですね、架空の出来事ではありません。歴史上の事実として起こったんですね。イエス様は神の位を捨て人となって、そして私たちのところに来てくださり、十字架にかかって死なれた。なんでわざわざそんなことをしなければならないのか。そんなことをしなくたって神様は私たちを許してくださればいいじゃないかと多くの人は言います。しかしそれでは本当に私たちの罪は清算されて、私たちは安心して神の前に立てるかということが分かりません。神は誰が見ても私たちは安心して神の前に立てるんだということを、この全人類に教えるために一人子を送ってくださった。そしてその方は私たち一人一人のために確かに死なれたんですね。確かに死なれた。多くの人がそれを目撃して、イエス様は死んでくださった。それは私たちの罪を担って死んでくださった。だから安心して死ねる。安心して死んでください。今でも大丈夫ですよ。私が生きている間、私が皆さんのお葬式してあげますから、リクエストにお答えして、どんな派手なお葬式だろうが地味なお葬式だろうが喜んでやってあげます。なぜかというと、皆さんは天のお父様のところに安心して行かれてるわけだから、ここで何やったっていいわけですよね。何の後悔もないわけですから。確かにあの人はひどい人だった、そんなことは言いませんよ。そんな人は言いません。こんなことはもう虚職騒然としたですね、美辞麗句を並び立てて、あんなに素晴らしい人はいなかったのに残念でしたと言ってお葬式を出してあげます、でもまあ知ったことじゃないですよね。もう神様のところ行ってるわけですから、安心して死ねる。なぜかって、イエス様が私のために死んでくださった。私の身代わりとして確かに死んでくださった。もう誰も疑うことのできない事実だと。だからクリスマスは安心の訪れなんですね。しかもそれだけではありません。イエス様は私たちの身代わりとして死んでくださっただけではなくて、3日目によみがえられた。それは私たちがもはや死に支配されないということを証明するためです。イエスは言われた、私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。こんなことをはっきり言えた人は世界中どこにもいませんよ。私を信じる者は死んでも生きる。永遠の命を生きるんだと。体はやがて朽ちていくだろうけれども、私たちの霊は永遠の命を生きていくんだ。それを証明するために復活されたんです。よみがえられたんです。弟子たちの前に姿を現された。もう私は死に支配されないよ。私を信じるならばあなたたちも同じようにもう死に支配される必要はない。死を怖がる必要ない、安心して死になさい。それをイエス様は私たちに伝えるために人となってこの地上に来て十字架にかかり3日目に死んでくださった。そしてもう一つは、死ぬだけじゃないです。安心して生きていける、死ねるだけだったらちょっとどうかなっていう感じで、そんなことないですかね。生きてる間も大丈夫だと。生きてる間も安心して生きていける。それは先ほども読みましたけれども、マタイ福音書の1章の22節にありますが、この全てのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。身を乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味であると。これはマタイが、解説のようにしてこう語った言葉ですけれども、この全てのことが起こったっていうのは、つまり、イエス様が聖霊によってマリアの胎に身ごもって、そして生まれてくださるというこの出来事のことですけれども、これは実はもう何百年も前から神様は約束しておられたんですよと言ってるわけです。イザヤという預言者を通して神様はイスラエルの人たちに対して、
乙女が身ごもって男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれる、その名は神の我々と共におられるという意味であると。やがて男の子が生まれると、その子を通して神が私たちと共におられるということがあなたたちに分かるよって約束をしておられたんですね。でも言葉だけではね、単に約束だけでは本当に神様は我々と共におられるかということは確認できないですよね。クリスマス、皆さんクリスマスのプレゼントはもうお父さんやお母さん、あ、ごめんなさい、サンタクロースから、にもう予約はしてあるんですかね、ちょっと微妙なラインがこの辺に、ね、あのサンタに予約してね、手紙を書いたっていう人もあるかもしれませんが、まあ、あるいはお父さんやお母さんやおじいちゃんおばあちゃんからね、じゃあクリスマスにあれを買ってあげるから、ね、いくら口で言われてもね嬉しくないでしょ。当たり前ですけど、ね、クリスマスにはあの今の子だったら何かな、 iPhone はちょっと高すぎる、3DS プレイステーション3ですね、目に悪そうなものばっかり、とにかくね、いくら口で言ってもですね、実際にそれが手に入らなかったら嬉しくもなんともないですよね。実は神様はこのユダヤ人の長い歴史の中で何度も何度もその約束してあげたんですよ。口で言っておられるんです。私はあなたと共にいるよと、ね、だけども口で言われた、言葉で言われただけでは納得できない、確信がない、もうグーの音も出ないように、私たちが確かに神様あなたは私たちと共におられますよということを全ての人が確認できるように一人子を送られたんです。人として送られたんです。赤ちゃんとして生まれてくださったんです、ね、あなたたちのまさに手の中にあるこの赤ちゃんは私があなたと共にいるっていうその印なんだよと。見ただろう、触っただろう、言葉を交わしただろう。短い期間ですけれども多くの人がこのイエス様に触れて、イエス様と語って、イエス様と一緒に過ごして、神様は私と共におられるということを確認したんです。共におられるっていうのはどういうことか、皆さんが一番必要としているのは皆さんと共にいてくださる人でしょう。それは子供も大人も同じですよね。一緒にいてくれる人がいる。でも一緒にいてくれる人が、厳しい人でね、もう何から何まで皆さんを批判したり、文句を言ったりするのは嫌ですが、神様は私たちと共にいてくださって私たちを愛しているということ、そして私たちの全てを知っているということ、私たちを導いてくださるということ、そして私たちを守っているということをですね、このイエス様の誕生によって教えてくださったんです。あの弟子たちとのわずかな短い時間ですけれども、あれを読めばですね、イエス様は共にいてくださるということがどんなことか分かるはずなんです。あのお話は2000年前にああいうことがありました、よかったねじゃないんですよ。違いますよ。あの福音書に書いてあるお話は、あなたもあの弟子たちのように、あの病人のように、あの目の見えない人のように、あの重い皮膚病者のように、あの死んだラザロのように、あなたもイエス様があなたのそばにいてくださるんだよということを描いてるんです。どんな人にもイエス様は共にいてくださるんだよということを書いてあるんです。あのもの福音書の中に皆さんを登場させてください。そして私たちは間違いなくイエス様と共にあるんだということを確認していただきたいんですが、イエス様はその最後の最後に天にお帰りになるときにもう一度ダメ押しされましたね。ダメ押しですよ、これまさに。また28章の20節、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると。世の終わりまでですよ。中途半端じゃないです。私たちが
いい子をしている時だけ一緒にいると言われたわけではないんです。世の終わりまで私たちがどういう生活をしていようと、どんなに罪深かろうと、共に、しかもいつもあなた方と共にいると、いつもですから、24時間いつも共にいると約束してくださった。それを私たちに確かに事実だということを証明するためにイエス様は生まれてくださいました。ですからクリスマスは安心の訪れなんです、ね、皆さんに今日はですね、保険証をプレゼントします、ね、この保険証は皆さんに全てに、イエス様を信じる全ての人に今もう配られてますから、永遠保険、ね、保険金は無料です、ね、こんなすごい保険がタダで入れるんですよ、電話してくださいみたいなですね、よくテレビでやってますけどもね、私50歳でこんなに病気があるんですけど、こんなに安くていいんですか、あんなケチな保険じゃないです、永遠に変わらないこの保険は、どんな災害にも、どんな試練にも、どんな必要にも対応します。いつでも対応します。24時間対応、ね、いつでも対応します。永遠に対応します。これがクリスマスのメッセージです。安心保険、ね、すごいなんか皆さんの雰囲気が安らかになりましたねこれを見た瞬間に、やっぱこういうの見せないとダメですかね、なんかね、やっぱり確認しないと、うん、でもね、常に私たちはこの保険証をですね、携帯しておいてください、ね、しっかり握っておいてください。どんなことがあるか分かりません、また新しい年何があるか分かりません。でもこの保険証があればね、大丈夫です。どんな災害にも、どんな試練にも、どんな必要にも対応するためにイエス様は生まれてくださったんです。事実ですからね、イエス・キリストはこの地上を歩まれたっていうのは事実なんですから。アーメン。お祈りしましょう。天のお父様、今日共にファミリークラシックリスマスを皆さんと祝うことができてありがとうございます。イエス様は安心の訪れ、私たちが生きている間も、そして死んでからも何も恐れる必要がないということを私たちに教えるために生まれてくださいましたことを感謝いたします。恐れるな、恐れません、インマヌエルなる主が生まれてくださいましたから、私たちのところに来てくださり、世の終わりまでいつも共にいると約束してくださいましたから感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。荒野の果てにを皆さんがお起立ください。最後に歌って終わりましょう。荒野の果てに夕日は落ちて、
メン祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの奥しき恵み父なる神の豊かなる愛聖霊なる神の親しき交わりと慰めが一度の目に豊かに限りなくありますように。アーメン。ではこれで、ファミリークリスマス終わります。メリークリスマス。教会学校のね、ペープサートね素晴らしかったですね。また来週もやってもらいたいぐらいね。1回で終わるのはもったいないね。ああよかった。